はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは、こたつです。ホワイトデー、やっています。ですね、今回は光編をお送りするんですけども、光編とですね、さやか編はですね、ほぼ選択が一緒ですんで、最後の方からね、お送りしたいと思います。光編、さあ、どんなエンディングになることか。これって一体どういうこと？あなたが助けてくれたの？もちろんさ、光。大丈夫？怪我はない？大丈夫。気にしないで。ごめん。どうやら動けそうにないの。ここでちょっと休むね。私ここにいるから、あなたはさやかを探して。心配なの？ダメだよ、君を一人じゃ、君一人じゃ危ない。私は平気なのに。光の足の怪我を治療する。はい、これでエンディングでございます。本当に大丈夫なのに。あれ、だいぶ良くなったかも。不思議ね、こういうのどこで習ったの？こっち座らない？他の子たちも無事だよね。早く来てほしいな。もうここから出たいの。何が光ってるんだろう。これ赤いやつやね。ラブラブだけど学校はやばいことになってるよ。光にあげるんかい。お前それ雫にあげようと思ったやつを光にあげるとか最低だな。お前はい、光編のエンディング、なんか少しでしたんでね、もう一個お見せできたらなと思います。はい、さあ、では別のエンディングを見たいと思います。一体どういうこと？あなたが助けてくれたの？もう全部終わったよ。本当？もうここから出られるの？ごめん、どうやら動けそうにないの。ここでちょっと休むね。私ここにいるから、あなたはさやかを探して。心配なの？いいの？一人で大丈夫？平気よ、いつも一人だったもの。光の足を治療する。はいね、一人になさせるつ
させようと思いきや治療するというね。なんかバッドエンドな気もしますけどもね。それじゃあ外で待とうよ。そしたら他の子たちもきっと来るわ。ここはもううんざりなの。はーい、なんか光の場合だとあまりすっきりしないエンディングですね、両方とも。ではですね、続いてヒナ編をお送りしたいと思います。ヒナ編に関してはまた最初からね、プレイしていきたいと思いますよ。雫か。はい、ではヒナ編をもちろんね、激リアルモードで、リアルモードじゃないですね、リアルで始めたいと思います。さあ、ガンガン行きましょう。で、アイテムはね、もらえるもんはもらっておきましょう。で、どこだっけな。あ、そうそう、文章ここにあったんだね。で、電気をつけて、あれどこだっけ？あった。はい、フィギュアの場所ですね。あとタバコがどの辺だっけ？2階だっけ？男子トイレか。あった。OK。まあね、本来攻略だけなら別に拾う必要はないんですけども、ちょっとね、お見せできなかった妖怪系をね、お見せしようかなと思いますんでね。はい。なんだっけ、地図か。地図を取って、豆乳も取ると。いきまーす。はい、ガッション。どうも。入れそうにないわね。はい、ムービーはちょっとスキップしていきますよ。僕だって君たちのせいで驚いたよ。僕は山本優斗。8組？篠宮雫がいるクラスだよね。何よ。あんたも雫を追っかけてるわけ？まったく男どもと来たら。ところで、こんな時間に学校に何しに来たの？君には関係ないよね。言いたくないなら別にいいわよ。とにかくちょうどよかったわ。手伝ってほしいことがあるの。嫌だ、どうして僕が。ちょっと、男のくせにケチケチしないで、ついてきなさい。手伝わされる羽目になるという光とね。二人で困ってたんだけど。じゃあちね、ょっと、何してるのよ。とにこかれをく、ね、光と二人で、いい加減にしたら？とにかく、光と二人で困ってたんだけど。こら、蹴り飛ばすよ。どうぞ。とにかく、男のあんたが私はね、蹴るったら蹴るわよ。はい、どうとにかぞ。く、男の、
次触ったらただじゃ置かないから。あ、これ触ってんだね。とにかく男のあんたが来てくれてよ。うせろ。あ、はい、オッケー。とにかく男のあんたが来てくれて。ちょっとですね、パンツ見えちゃったんで、モザイクは入れてますけども、まあ、こんな感じで、これもう持っていけないのかな。あ、まだ持っていけない。あれをですね、10回食らうというか蹴りをさせるとトロフィーがもらえるんでね。あともう何回ぐらいかな。ようこそ。いらっしゃい。女子トイレは初めてよね。お花を摘む間そばにいてほしいの。な、何言ってるのよこの変態。どうもありがとうございます。家庭科室に教材を置いてきちゃったんだけど、閉まってて入れないのよ。さっきの機械実習室に鍵があるはずなんだけど、そこも閉まってたのよね。だからあんたがあの換気口から入っていって鍵を取ってきてよ。嫌です。やだ、なんで僕が。じゃあ私が入れって言うの。もちろん。やだ、なんで僕が。お願いお願い。やだ、なんで僕が。いつまで意地張ってるつもり。脚立と強制的にさせられるというパターンでございますね。はい、行きます。はいはい、わかりました。やりゃいいんでしょ、やりゃ。もうあれですね、ちょっと衣装を変えるの忘れてましたね。ということで、次回ね、ひなが登場する前にはですね、衣装を変えておきたいなと思います。はい、どこでセーブになるかな。あ、ちょっと驚いたじゃん。ちょっと何してるのよ。はい、とも。いい加減にしたら。よいしょ、よいしょ。ほら、蹴り飛ばすよ。どうぞ、カモン。私はね、蹴るったら蹴るわよ。はい、どうぞ。次触ったらただじゃ置かないから。はい。失せろ。はい。パンツは見せないようにね。はい。業績まだですかね。もうそろそろ10回ぐらいだと思うんですけどね。ちょっとやっぱね、ホワイトデーは業績 100% いきたいなと思ってまして、ね、なかなか私トロフィー 100% にできない人なんで、これはできそうかなっていう。さあ、ではね、ちょっとね、衣装変えてないんで、また主演さんおかしい衣装ですけども、あかん、これあかん、絶対ちょっと次回はね、衣装変えておきますんで。はい、さあ、オッケー、はい、チリジーと、はいはいと、オッケー。さあ、どうも。あれ？こっちか？あれ？あ、そこ拾ってねえんだ。はい。はいよ。OK。ちょっとここのさやかかわいいよね。次から自分でやってよ。そんなんじゃ女の子にモテないわよ。ね、こんな話知ってる？はい、ではね、もう一回ちょっと。ちょっと、はい、何してるのよ。はい、どうも。いい加減にしたら。素敵な足ですね、いいと思いますよ。ただちょっと細いかな。蹴り飛ばすよ。
はい。私はね、蹴るったら蹴るわよ。はい。次触ったらただじゃ置かないから。はいはい、どうぞ。はいよ。うせろ。よいしょ。よいしょ。パンツは見せないようにね。ちょっと1回目見せてしまいましたんで、ね、モザイク入ってると思いますけども。よいしょ。さあ、では、多田さんだったかな、ここの主演さんは。よいしょい。怒られるところじゃない、あれはまるで人間の目つきじゃなかった。何それ、変なこと言わないで、怖いじゃない。あなた転校生でしょ。まあここはね、うん、いやよく知らない、ごめん。いいの、大丈夫。転校してきたばかりだもんね。私、富永ひかりっていうの。あなたは山本くんだよね。ところであなた、この時間に何しに学校に来たの？しずくに渡すものがあって。ああ、そう。ショック。ところで、気にしないで、僕は一人が好きなんだ。そうなんだ。それじゃあ私は先に。すんごいがっかりされてるよね、光に。よし、じゃあつけてライターゲットして、どうなんだろうな、これ一回終わっても大丈夫そうかな。ではですね、ちょっと衣装を変えていきたいと思います。はい、ではこれで今回の衣装が分かりますね。はい、言うと上半身裸でございます。そう、今回からですね、水着モードでプレイしたいと思います。いや、みんなどんな水着を着てるんでしょうかね、楽しみですね。さあ、これでね、教室前に行くとひながいるんじゃなかったっけっていう感じですね。ひなが登場したら今回は終わろうかな。取らなくていいやつと取っていいやつが分かんないんだよね。多分ここのはまあ漢方ぐらいかなと思うのは、もう大体アイテムは覚えたんだね。さあ、ではひながご登場でございます。さあ、どんな水着なのかお楽しみ。いきなりびっくりさせないでよ。何？なんでそこで突っ立っているの？教室に用があるんだ、ちょっとどいてくれないか。教室に用？何なの？ひなに話してよ。さっさと答えなさいよ、ぼーっと立ってないで。君が道を塞いでるからだろう。あら、そう、それは失礼しました。ふん。ちょっと待って、よく見ると初めて見る顔だけど。僕も君を見るの初めてだよ。もしかしてしずく先輩と同じクラス？はえよはえ、また小林がしずく先輩の周りをブンブン飛び回るのね。絵を描くのが好きなの？何？落書きですって？ああ、もう知らない。とにかくここは閉まってるから戻った方が賢明だと思うわ。はい。ではですね、次のオートセーブどの辺かな。オートセーブが入ったら終わろうかなと思います。いやー、水着でございます。そしてひなはなんかスクール水着の制服バージョンみたいな、制服とセーラー服と水着が合体したやつみたいな感じですね。
まあ確かにちょっとロリッコな感じはしますけども。さあではこれを読んでと、でこの辺になかったっけな、特にないですね。下にもないね。女子トイレはガヒョンってしまうとこだね。この辺なかったっけ、ないっけ。さあ今はね、シエさんがまだ来るか、もうヒナから離れたから。あの一瞬でもういないんですよね、ヒナが。怖い怖い、何もなんでしょうねあいつは。さあ私ヒナは初プレイなんでね。え後ろ行った今。ではですね、ヒナを進めるにあたって落書きをね、ところどころあったと思うんですけども、あれを見ないといけないんですが、ちょっとですねゆっくり探すために木の灰を取る手前でちょっと絵をね探しに回りたいと思います。はい、さあちょっと走りたいとこですけども。うわ、ちょっと待って、やり過ごすかを待とうか。でこの人は多田さんじゃなかったですね。多田さんは若い方の人でしたね。さあこれ開けて気づくかな、ちょっと上に上がるの待とう。上がったね、はいはい、おいでおいで、はいはい、へへへへじゃないよ、いっしょい、よいしょい。まあここはねまだ追いつかれることはないので、ただ心臓がすぐバックバックしちゃうんですよね。ではですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。それじゃ、またねー。